皆さんおはようございます、鈴鹿です。今日は先日ですね、シータ S を使って5月のまあ試しにね、購入品紹介、あくまでもシータ S がどんなものかっていうのを重視した動画を、アップしたんですけども、ちょっとね分かりにくかったと思うので、今日の動画では5月 と、6月の購入品をねご紹介しようと思います。では早速ご紹介していきます。シータ S の動画をですねご覧いただいた方は5月の購入品若干、重なってしまうんですけれども、まず5月の方からですねご紹介していきます。キャンメイクの有名なんですけど Your Lip Only Gloss です。はい、こちらですね。唇の水分に反応して、色が変わるものになりまして、中身がこちらですね。はい、こういう感じで、まあ、グロスみたいなになっていて、自分の唇の、水分量に反応して色が変わります。これは私すごいお気に入りで、すごくねなんか自然な感じの赤になってくれるので、なんかナチュラルですごく気に入って、最近はもうこれしかリップ使ってないっていうぐらい気に入っております。なんかいろいろこれ3種類ぐらいあって、これは01番のクリアタイプになります。なのでラメとかは入ってないんですけど、確かラメが入っているものと、この黒いの、この中身が黒くてそれが赤に変わるっていうタイプのものもあったかと思いますので、ちょっと気になる方で、これ結構最近ね流行るティント系、色が変わるものが流行っているので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。これ本当に気に入っていて、ほとんどね最近はずっとこれをつけています。はい、こちらスキンアクアのスーパーモイスチャージェルになります。私はこのこれからの季節、まあ一年中なんですけど紫外線が特にまあ気になる時期になるんですが、もう毎年このスキンアクアを使っていて、なぜかっていうと、このここにもね書いてあるんですけど、瞬間水感ジェルっていうやつなんですけど、塗る方が潤うんですよ、これ本当に。結構使ったことある方、日焼け止めを使ったことある方は多分わかると思うんですけど、すごく独特の日焼け止め独特の匂いと、若干こうカサカサする感じが日焼け止めはあるものが多いと思うんですけど、このスキンアクアは、ま、SPF50PA4 プラスで最強なんですけども、塗る方が肌が潤いますね。はい、これは本当にずっと愛用していて、もう毎年日焼け止めはこれを買っています。で、匂いもねそんなに日焼け止めの匂いも独特の匂いもなく、こうスーッとね、こう見えますか、伸びてくれる。で、本当にすぐに水のように書いてある通り馴染んでくれるので、こうベトベトもせずに潤う、もうむしろ塗らないよりも塗る方が潤うっていうので、すごくこれは気に入っております。で、主にこれは顔体用なんですが、私は主に体用として使っていて、顔は違うのね塗っているので体用に使用しております。これはいろいろ日焼け止め試したんですけど一番いいです。で、石鹸でも落とせますし、110g、 結構ね見た目によらず大容量で、本当にとりあえず潤うので、ぜひねこのスキンアクアを試していただきたいなと思います。はい、インテグレートグレイシーリップスティックのポピーという色で、これは限定色になっております。はい、初
初めてインテグレートのリップを購入したんですけども、今だけっていう限定的感に惹かれてちょっと目に留まってたのと、このポピーっていう色がなんか変わっていたので気になって買いました。色はこんな感じで、まあオレンジまではいかないんですが、ピンクとオレンジの間ですね。で、色はこういう感じでございます。ちょっと見えにくいかもしれないんですけども、若干ここに、はい、色がついております。なので、まあナチュラルな色になりますね、結構。はい、で塗ってみた感じは潤いがあってカサカサしなかったので気に入っていますし、あとはあまり濃くつかないので、ナチュラルでこう明るく唇の色をしてくれるので気に入っております。匂いはね、そんなにしない、もう無香ですね、無香料です。はい、このインテグレートグレイシーのリップスティックになります。はい、部分用のアイラッシュカーラーを購入いたしました。これはチャスティのポイントアイラッシュカーラーになっております。こういう感じで通常のものに比べて、このここがね狭くて、こう部分、こう目尻だけとか目頭だけとか、そういう感じで部分部分を上げていくアイラッシュカーラーになります。はい、で私的に通常のものはこう目尻だけの目尻の方が上がらなかったりとか、目頭の本当の目頭の部分だけ上がりにくかったりとかが稀にあるので、そういう部分をちょっとこうカバーするために買いました。部分部分で上げれるので一つあると便利かなと思います。ずっと気になったキャンメイクのクリームチークを購入します。 CL の08番になっております。これもすごく気に入っていて、クリームなんでね、結構ガッツリつくのかなと思いきや、結構すごいナチュラルで、こう中から染み出たようなね、健康的な、明るさ、赤みを演出してくれるのですごく気に入っていて、もう最近はこういうクリーム、このクリームチークしかチークには使ってないんですけども、本当に気に入ってます。なんでこのキャンメイクの、ね、リップとこのチークは最近のマストアイテムって言っていいぐらい愛用しています。このクリームチークも結構色の展開が多くて、いろんな色があるので一回、ね、チェックしてみてほしいなと思います。しかも安いので、クリームチークが気になっている方は最初にね手を出しやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひクリームチーク、キャンメイクのクリームチークチェックしてみてください。じゃーん、はい、ベイビーキーのライフスタイルブックになっております。キーちゃんです。私はこのキーちゃんがすごい好きで、いろいろインスタグラム、 YouTube、 Twitter とか全部フォローさせていただいているんですけれども、初のスタイルブックを最近出されたので購入しました。ロキシーガールされているので、ロキシーの服のモデルとかされてるんですけれども、一応シンガーソングライターもされていて、すごく多種多様なね仕事をこなされてるんですけれども、このライフスタイル、こういう本すごい、なんて言うんだろう、 SNS とかでは見られないもっと深い日常的なことが載っているので、これは買おうと思って購入しました。気になる方はちょっとね、このベイビーキー、キーちゃんですね、インスタとかツイッターで検索してみてください。多分すぐ出てくると思います。はい、おすすめの曲だったりとか、普段使っているコスメとかもね載せてくださっているので、ぜひ気になる方チェックしてみてください、ね。はい、最後5月の購入品は、服を買いました。私の好きなホリスターで、2点購入しました。1点目は
はこのキャミソールですね。まあインナーとしても使えるし、見せて着ることもできるようなトップスになっていて、今流行りのここがこう二重に、ね、なってるんですね、こう胸の部分が。はい、こちら購入したのと、もう一点はカーディガンを購入しました。結構夏の時期もクーラーが効いてるとことか寒かったりとかするので、1枚あるといいかなと思って、結構ねお尻が隠れるぐらいのロングなものとフードがついているので可愛かったので購入しました。両方ともホリスターで購入しました。はい、5月の購入品は以上になります。次ですね、6月の購入品に移ります。またまたキャンメイクの、はい、まつげ美容液になります。キャンメイクアイラッシュケアエッセンスです。で、まつげ美容液を最近ずっと探していて、なんか口コミでいいっていうのを見にしたので、一回試しに、安いので試してみようと思って購入してました。で、これをね約1週間ほど夜に塗っているんですが、気持ちこう毛が増えた気がしますね。私はこのまつげと下まつげに塗ってるんですけど、夜になんかね増えたような感じが本当にします。だから結構いいんじゃないかなと、安いのに効果あるんじゃないかなと思って、ちょっとねもう少し長く試してみようと思うんですが、まつげ美容液気になっている方で、結構ねまつげ美容液するので、これはね安めなので気になる方はねチェックしてみてください。これは本当にいいんじゃないかなと思います。そしてもう一つ、またまたキャンメイクなんですが、キャンメイクのカラーチェンジアイブロウ眉マスカラを買ってみました。初めて使ったことなかったんですけど、でいろいろ今出てて、これは色はね03番です、キャンメイクので、多分一番濃い色だったかなと思うんですけど、こういう感じでマスカラみたいな感じなんですけども、使用した感じはなんか思っていたより自然な仕上がりになりました。こうパウダー状のものを今アイブロウで使ってるんですけれども、なんかそれともあまり濃さは変わらないんですけど、持ちは絶対こっちの方がいいだろうなっていう感じでしたね。で色が3色ぐらいあったので、明るめのものもあるので、いいんじゃないかなって。これいくらだったか、安いのに十分だなと思いました。いろんな会社からアイブロウマスカラ今出てて、人気のものとかもあるんですが、ちょっと最初なんで安めのものから試してみようと思って買ったんですけど、全然十分だなと思いました。なのでアイブロウマスカラ、眉マスカラ気になっている方がいましたら、とりあえずねこのキャンメイクのカラーチェンジアイブロウで試してみてから、あ、こういう質感自分に合うなと思ったら、もうちょっと高めのものとか試してみるのがいいんじゃないかなと思います。これも結構気に入ってて当たりだなと思いました。スキンタッチの除毛クリームになります。で結構いろいろ探していて、なんかビートビーツかちょっとわからないんです、ビートか、海外から入ってきてる脱毛のクリームとかもあると思うんですけど、ちょっとこれが最近よく目に店頭でするので気になっていたんですけども、これを買ってから口コミを、このね口コミを見ていると、まああんまり評価が良くなかったんですけど、いざ自分で試してみると良かったです。なんかこう手で伸ばせる、手でこう伸ばせれるっていうのも、まあ一ついいところ、変にこうスパチュラとかを使わなくていいっていうのと、匂いがねそんなにきつくないです。除毛クリームとかの独特のツンとした匂いが少なめで、一応これ自体には匂いがついてて、ホワイトガーデンの香りがついています。で5分から10分ぐらいこう肌に伸ばして置いて、こうティッシュとか
でね、乾いたもので拭き取るとこう除毛されてるっていうクリームなんですけど、結構ね取れます、本当に。で、一応パッチテスト、自分自身でこう除毛したい部分に少ししてから肌に異常がなければ使用してくださいっていう注意書きがあったので、一応自分自身あの腕に採取して、あと次の日とか炎症が出てないかをチェックしてから使ったんですけど、肌荒れもなく、私あんまり肌が強い方ではないんですけれども、肌荒れもなく、トラブルもなく、あのでき使えたので、これすごく気に入っていて、980円ぐらい、1000円いかなかったので安いし十分だなと思いました。はい、そんな頻繁に使うものでもないので、もう本当に十分かなという感想ですね、これは。なので探している方おられましたら一度試してみてもいいのではないかなと思います。海外のものはやっぱりね、肌にきつかったりとか今までしてたので、赤くなったりしてたので、これはいいなと思いました。そしてここからは100均ダイソーの購入品なんですけども、まずはこういう感じでヘアクリ、ちょっと髪が伸びてきたので、今髪の毛をちょっと伸ばしていってバサバサなんですけど、こういうねバナナクリップとヘアゴムを購入しました。すべて100円です。もう十分ですよね。はい、そして私は毎日あのウェットティッシュをね持ち歩いていて、ちょっとこういうウェットティッシュは本当に必需品、私にとって必需品なので100円で購入しました。アルコール入りっていうのがいいですね。100円で100円、2つ入りだったかな、1つ使ってしまったんですけど、2つ入りのものを購入しました。そして最後ですけれども、最近とかネットとかで結構流れてるんですけど、あのね、なんかまず商品を見せます。こちら、はい、じゃん、エルジェローションのお肌にツヤをローヤルゼリー配合の美容液、これ100円ですよ、ダイソーなんですけれども、これはね、本当の用途はお肌に塗る、まあ、美容液なんですけれども、これをね髪の毛に塗ると髪の毛がサラサラになる、しっとりするという情報を、まあ、ネットでね見つけたので、ちょっと近くの100円ショップダイソーに行ったらラスト2本あったので、ちょっと試しに購入してみました。で、用途としては私的にちょっとダイソーの100円のものをちょっと肌に塗るっていうのは抵抗があるんですけど、髪の毛ならまあ試してみてもいいかなと思って買ってみたんですけど、まあ一つ用途はシャンプーに混ぜるのと、2つ目はリンスに混ぜるのと、3つ目はタオルドライした髪の毛に最後乾かす前、ドライヤーする前になじませてから乾かす。あとはまあちょっとしたスタイリング、乾いてこうちょっとパサつきが気になる時に塗るといいよという記事をね目にしたので、試しに自分自身ね全ての方法を試してみたんですけれども、一番私的に良かったのはやっぱりタオルドライした髪、した髪またはしながらこれをねなじませてから乾かすっていうのが私的に一番しっとりしたなっていうのを体感できました。なんかシャンプーとかに混ぜるだけではやっぱり乾かすとパサパサするので、タオルドライした髪に若干こうなじませて、またちょっとタオルドライしたりとか、タオルドライ後つけて乾かしたりとかするとやっぱりねしっとりしました。なのでこれ結構気に入ってます。100円なんですけど、そういう使い方もありかなというふうに思います。あとはまあ元はね肌に顔に使うやつなので、ボディクリーム代わりに最近は手とか足とかに塗ってます。本当に
次の日もちもち肌がしてて、ボディクリームよりいいんじゃないかなってちょっと思ってるぐらい、あのボディクリーム代わりにもなって気に入ってます。しかもこれ100円なんでね、十分ですし、あの気にせずね大量に使えるというのも気に入っていますね。でまあちょっと質感をお伝えしたいんですけど、こういう感じでね結構サラサラしてます。見た目によらずサラサラしてて、匂いは本当にあの化粧水とかの匂い、よく匂うある香りがします。すぐね馴染んでくれますし、しっとりします。で若干ロイヤルゼリーが入ってる分トローっともしているので、あの肌にね潤いまたは保湿を与えてくれるので、はい、いいんじゃないかなと。で最近は髪の毛とボディクリーム代わりにね使っています。夏なのでボディクリームだとちょっとこうこってりしすぎる時とかあると思うんですけど、これだとね肌も引き締めてくれるしサラッとするので、これはぜひ試していただきたいなと思います。何回も言いますけど100円なので、そのコスパのなんていうか量を気にせず使えるので気に入っております。はい、いかがでしたでしょうか。これが5月6月の購入品ですね。全て気に入ってあの愛用しております。でそんなに高いものも買ってないので、プチプラなものもでもいいものが見つかってすごくいい買い物をしたなと思います。はい、概要欄の方にですね、Twitter、Instagram のリンク貼っておりますので、フォローの方よかったらしてみてください。そして、少しでも参考になったという方はいいね、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございます。また、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。